どうもくまきょん音楽チャンネルです。本日はこちらの曲やっていきたいと思います。まず登場コードはこのようになっております。でですね、今回カポは使いません。もしなんか女性の方が歌うとかでキー上げたいなと思ったらカポを3とか2とかにしてあげるとカラオケでいうプラス2になって女性の方でもより歌いやすくなるんじゃないかなと思います。とにかく登場コードはこのようになっているということですね。で、右手の話を早速したいと思います。まず一番最初のところ、コードこういう風になってるんですけれども、ここをこういう風に弾くといいんじゃないかなと思います。これです。で、今どういう風にやってたのかっていうとですね、1本ずつ弾くアルペジオっていう奏法でやっておりました。で、指でもピックでも弾けます。ピックの場合は1本ずつ上から弾きます。指の場合は親指が4、5、6弦のいずれか、人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が1弦で1本ずつ弾くということですね。各弦によって親指が弾くところが変わるという感じです。まず G と Em7 の場合は6弦を親指が弾きます。だからこうなるわけですね。Em7 だったらこうなると。で、Bm7 だったら5弦で、 C と B7 も5弦です。まあこれね、1個ずつメモしておくといいですね。慣れるまではね、慣れたら自然に覚えられます。で、 D は4弦です。はい、のルールでやっていく。で、イントロのところ上から順に弾いていく。タン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 で次のコード、タン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 で次のコード。で、お手本弾きの時に僕はですね、 C のところをジャラーンってやってました。で、この曲の場合はこれがいいんじゃないかなと思います。だから Em7DC 弾いたらっていう風に、歌の始まりのところにつながっていくということですね。で、その歌の始まりのところを僕お手本弾きでこうやってました。はい、これもう原曲やるためにこういう風にやってるんですけれども、ダウン2回やってピタって止めてるってことですね。ダウンダウンピタ、 D ピタ、 Em7 ピタ、 Em7 ピタっていう風に、まあここはやるのがいいんじゃないかなと思います。で、その次のところ、話題が過ぎてしまえばっていうところが、ジャラーンって弾いた後に、1、2弦を弾くっていうやつですね。これです。 C、1、2、D、1、2、G、1、2、Em7、1、2、Em7、1、2、から基本のストロークをちょっと入れてあげるといいんじゃないかなと思いますが、基本のストローク何かっていうとこれです。タンタンツカツカドンタンツカというやつですね。タンタンツカツカドンタンツカ、タンタンツカツカドンタンツカ、はい、これです。ちょっと話飛びますが、サビのところ不器用なっていうサビのところはこの基本のストロークでやってました。で、また話が戻りますが、君の話を聞こうかという2番目の A メロですね。そこなんですけれども、ダンダンピタでもいいんですけど、僕はお手本弾きでこうやってます。ダンダンツカツカディーディーツカツカっていう風に、さっきピタってやってたところに左手のミュートでやってました。まあという風にすると、まあ抑揚があっていいんじゃないかなと思いましたので、あえて紹介しておきます。でですね、ここ分かりづらいだろうなっていうところがありまして、それが1小節の中に3つコードがあるところです。そういうところどういう風にやるのかって話ですね。例えばくだらない話で溢れさせてのところ、やってあげると素早いコードチェンジに対応できるんですけれども、これ何やってんのかっていうと、タンタンツカ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 タンタンツカっていうことです。やってることはタンタンツカの後にタンツカタンツカってやってるってことです。コード言いながらだとこうですね。 Em7 C ツカ D ツカ C ツカ D ツカ G タンツカでサビ、不器用つまり1小節に3つコードがあるようなところは、タンツカタンツカタンタンツカか、タンタンツカタンツカタンツカで対応するといいんじゃないかなっていうことです。ちなみにツカしなくてもいいです。つまりタン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 ツカ
みたいな感じで、タンツカのタンだけやるっていう。で、今からお手本弾きやっていきますが、お手本弾きでは今紹介させていただいたことや、いろんな弾き方でやっておりますので、そちらも参考になりましたら幸いです。ということで皆さんのギター上達心から応援しています。それではお手本弾きどうぞ。話題が尽きてしまえば今日は無言でいいさ。夜が更けてく君の話を聞こうか。あの嫌いなやつの話、意外と毒舌なとこも好きだよ。何それ褒めてるのって、笑い合えることが視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。